チャーチズは、イギリスのスコットランドグラス号出身のエレクトルポップバンド。アメリカ合衆国のサスカッチ音楽祭にて始め、メイベリーはいくつかのバンドで音楽活動していた。バンド、ボーイフレンド、ガールフレンドに長い間にわたって所属。そして、バンド、ブルースカイアーカイブズでは、ボーカル、キーボーディスト、ドラムスなどを務める。2011年9月、 二つのスコットランドのオルタナティブロックバンド、エアー・エオグラム並びに、ジアン・ワインディング・アワーズのメンバーだったイアン・クックの協力によって、ブルースカイ・アーカイブズの EP が制作される。クックは、長年の友で、スコットランドのインディー・ロックバンド、ザ・トワイライト・サットのメンバーだったマーティン・ド・ハーキと共に、新しいプロジェクトを開始。メイベリーに、デモの数曲を歌ってほしいと三人は、 グラスゴーの地下にあるスタジオで数ヶ月間にわたって音楽を書き、後セッションがうまくいったため、バンドを正式に結成。バンド名は、響きの良さから、チャーチズにしたが、最終的に U を除いて、代わりに V を加えた、チャーチズになった。チャーチズは、音楽的に、ロビン、ケイト・ブッシュ、デペッシュ・モード、黒刀・ツインズ、シンディ・ローパー、ホイット・ニー・ヒューストン、エディオット・スミス、 プリンスといったアーティストたちに影響を受けている。2012年5月11日、チャーチズはネオンゴールドレコーズのブログから楽曲ライズを初発表して無料のみで配信する。同楽曲はイギリスの音楽誌 NME による2012年ベストトラックで第28位にランクインする。同年6月にイギリスの新聞ガーディアンはニューバンズ・オブ・ザ・デーで チャーチズを紹介した。7月にスコットランドにて初めてのギグを行う。2012年の秋頃に公式デビューシングルザ・マザー・ウィー・シェアを発表する。12月、英国の BBC による有望な新人が選出されるサウンド・オブ2013で第5位。翌年の1月、アメリカ合衆国のレコードレーベルであるグラスノートレコードと契約する。 同年2月6日にセカンドシングルリカバーを発売。リミックスなど5曲が含まれたデビュー EP のリカバー EP を3月25日にイギリス、翌日、米国でリリースされる。毎年3月にアメリカ合衆国テキサス州オースティンで開催される SXSW でパフォーマンスを披露。6月には米ー BC の深夜トーク番組 レートナイトウィズ・ジミー・ファロンで、ザ・マザー・ウィン・シェアを歌う。2013年9月25日にデビューアルバム、ザ・ボーンズ・オブ・ワット・ユビリーブがリリースされた。ありがとうございます。